ジョージ・エドガー・ヴィンセントは、アメリカ合衆国の社会学者、大学学長。イリノイ州、ロックフォードに、メソジスト監督協会の監督であった、ジョン・エイチ・ヴィンセントの息子として生まれた。イエール大学に学び、フラタニティ組織であるデルタカッパイプシロンのメンバーとなり、ザ・イエールレコード氏の第13期編集委員会の一員でもあった。1885年に卒業した後は、 報道や文学に従事した。1874年、父ジョン・エイチ・ヴィンセントの提唱により、ニューヨーク州、シャトークアで、成人教育運動である、初等科運動が起こった。ヴィンセントは1888年に、この運動に副代表として関わり、1907年以降は、初等科総合学園の学園長を務めた。1892年から1894年に、 かけてアメリカ合衆国最初の社会学部であったシカゴ大学社会学部のフェローとなった。1894年には教員としてシカゴ大学に迎えられ、1904年には社会学の教授となった。この間、1900年から1907年まで短期大学部のーンを務め、1907年から1911年にかけては芸術、文学、 科学部門のディーンであった。1911年には、ミネソタ州ミネアポリス、セントポールのミネソタ大学の第三大学長に就任した。初等科総合学園での経験を踏まえ、大学に総合学長部門を創設して、成人労働者に大学における学習の機会を提供し、これは後に継続教育学部へと発展した。ビンセントは、ミネソタ大学に、 様々な革新的プログラムを導入したが、その中には、学外の一般市民に教育的、文化的機会をより多く提供しようという精神に、基づき、演劇や公演、コンサート、討論会など、初等科総合学園での取り組みに似た、大学習慣の設定も含まれていた。ミネソテ大学ツインシティ校のミネアポリスキャンパス、イーストバンク地区にあるビンセントホールは、 ヴィンセントを検証して命名されたものである。ヴィンセントホールには数学部が置かれている。1917年、ヴィンセントはロックフェラー財団の理事長となった。ありがとうございます。